メチル水銀、メチル水銀、メチル水銀とは、水銀がメチル化された有機水銀化合物の総称。生物の汚縮性の高い毒物である。水俣病の原因ともなった。メチル水銀は単一の物質の故障ではなく、水銀原子にメチル元が結びついている化合物の総称である。最高儀では、ジメチル水銀 HG や、 メチルエチル水銀などのジアルキル水銀を含むが、単にメチル水銀といった場合は、モノメチル水銀、CHHGX、X イコール CL、OH などを指す場合が多い。また、水質を抱く防止法や、水質の環境基準等で定める、アルキル水銀とは、メチル元、エチル気筒のアルキル元と水銀が結びついた、有機水銀化合物の総称を言う。 自然界では海底火山の噴火で生成されることもある。モノメチル水銀カチオンは生体蓄積性のある有機金属 B4 種で日本における水俣病の原因物質として知られている。種々のアニオンと容易に結合して塩化メチル水銀、中化メチル水銀、水酸化メチル水銀、酢酸メチル水銀、硝酸メチル水銀といった化合物を形成する。 いずれも毒性が強い。また特に、イオンを含有するアニオンに対して高い親和性を持ち、共有結合を形成する。二つ以上のシステインがメチル水銀に配位し、タンパク質の別の金属結合サイトへと移動することがある。モノメチル水銀は通常常常温で固体であり、ジメチル水銀は常温で液体である。またメチル元がである、化学種もあり。 ジメチル水銀のメチル元が両方ともこれである場合、融点が大きく上昇し、常温で固体となる。メチル水銀は工業汚染によって、あるいは日本国内で使用されなかったものの、種子の農薬、殺菌剤として利用された結果として、地球規模で見るならば川や湖で、しばしば発見される。これは魚や、それを捕食する他の生物に、 深刻な健康被害をもたらす。水俣病は当時利用されていたアセチレンから酢酸誘導体へ変換する際の水銀触媒に由来する工場排液が原因である。今日の日本では水銀法によるアセチレン誘導体の工業生産も水銀系農薬も利用されることはない。メチル水銀は使用性の物質であるため生物濃縮を受けやすい。 典型的な毒物である。そのため、食物連鎖の工事を占める捕食者に高度に濃縮されて蓄積される。メチル水銀はまずプランクトンの体内で濃縮される。プランクトンから小魚、より大きな魚と順次に捕食され、それらの体内でメチル水銀はさらに濃縮されることとなる。生体内からのメチル水銀の排出は遅いため、生体蓄積の程度は高くなる。 大きな肉食魚の場合、小魚の100倍ものメチル水銀を保持することになる。これにより最終捕食者の人間等に水俣病が発生した。また、米国の FDA は胎児に対する有機水品の影響を理由に、妊婦がマグロ、カネメダイなどの海産物を摂取制限するように勧告している。世界保健機関、フーのメチル水銀の安全基準は、 1999年の設定値で3 3 g キログラム体重週であったが、この設定値では少量のメチル水銀を摂取した母親から生まれた子供への神経発達面での影響を値するためには不十分であった。設定値は一般の人々に適用されるべきで、妊婦や乳児には通常よりもリスクが高い可能性があるとした。一方、 食事によるメチル水銀の主要な摂取源として、魚があるが、魚の栄養面での評価が高く、魚が重要なタンパク質の摂取源となっている地域があり、メチル水銀の摂取を減らすために、魚の摂取を制する一方で、栄養面の効能にも配慮すべきとした。外して、金属水銀または無機水銀化合物やブチル水銀などの高級アルキル水銀。 フェニル睡眠など他の水銀化合物が急性能が強く現れるのに対してメチル水銀類やエチル水銀類などの低級アルキル睡眠の場合は脳関門を通るために中枢毒性が強く現れることが特徴的である。ただし、ブチル睡眠も脳内に蓄積するが中枢神経症状は起こらないとされる。ただしメチル水銀は哺乳類の間でも 毒性の種差しが強く、多くの実験動物では、人と同様の毒性が発現しない。ラットやマウスなどでは、人毒性や抹消神経に対する毒性が強く、人の水俣病のような中枢神経毒性はあまりない。一方猫の場合は、中枢神経症状も現れる。最も人に近い症状を表す実験動物は、コモンマーモセットという種類の猿である。 ラットとヒトでは脳への分布に10倍の差があり、このことがヒトで脳内の中枢神経に対する影響が強い原因となっている。また、マウスとラットでは体内半減期に数倍の差があり、マウスの方がはるかに短い。水溶性の無機水銀や水銀単体がある種のバクテリアのメチルコバラミンによってメチル化されることによってメチル水銀は生じる。この時生じるのは chhg もしくはチャハゴである。なお、生体内ではメチル水銀が脱メチル化されて無機水銀となる反応も同時に起こっている。メチル水銀は使用性である。これはシステインと複合体を形成することにより血液の関門を通過し優先的に脳組織に蓄積される。これはメチル水銀システイン複合体がメチオニンと 類似した構造を持つため、メチオニン専用の脳血管輸送システムを利用できるからである。また魚の場合、水に剥き出しの知覚神経を経由することにより、血管脳関門を迂回して、メチル水銀が脳に到達することもある。の原因物質もメチル水銀である。この事件では、種まき用として提供された小麦に、 防火ビ剤としてメチル水銀が塗られていたが、それを食べたイラク人民に大量の死者が発生した。発症が遅いことも被害が拡大した原因であった。なお、各国で酢酸フェニル水銀などの物質が過去に殺菌剤として使われたこともあったが、こちらは脳内に損傷を与える作用が弱いため、メチル水銀ほどは問題視されていない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。